MA の西尾さんです。お願いします。どうもこんにちは。すいません、ありがとうございます。リサと言います。柏駅の路上ライブもやったりですとか、あとトンネルの向こうというユニットでも活動をしております。まあ、私はこう楽しくイエイエイ元気になろうぜっていう曲じゃなくて、なんかなるべく、ね、みんなが穏やかな生活を送れたらいいなっていうような思いで曲を書いたり歌ったりしております。結構ストンとメッセージ性の強い曲が多いので疲れちゃうかなと思うかもしれませんが、たくさんこうやって聴いていただける機会ということで、私らしくいこうと思います。2曲よろしくお願いします。こちらだってなりたくてなったわけじゃないよ思ってたけど、でも最近はさ、こんな自分も少しだけ少しだけ誇れるようになった。こういうフリーライブって私多分初めてなんですけど、こう歌ってる人がいて聴いてる人がいるって、なんかまあライブっつったら普通のような感じもするけど、まあ、私からすれば聴いてくれる人がいるっていうことは本当に当たり前じゃなくってですね、今すごいなんかありがとうって思ってます。本当にありがとうございます。